漫遊4、1イスタンブール馬借シェヒル CL ループ H 組、第4節、チャンピオンズリーグ、CL グルー、H 組、第4節、マンチェスターユナイテッド対、タンブール馬借シェヒルの試合が現、時間24日に行われた。ユナイテッドが4、1の勝利、収めている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、セチュー、ここまでの3試合で2勝1敗の勝ち点6でグループ首位のユナイテッドは、グループ最下位にチン、イスタンブール馬借シェヒルと対戦、だ。この試合でユナイテッドは、マーカスラ、シュフォードや、アントニー・マルシャル、エ・インソーン・カバーニなどを、先発起用して7分、ブルーノ・フェルナンデスが、コーナーキックからのこぼれ球を拾い、豪快に右足を振りいて、先制点を決めた。19分には、イスタンブール、馬借シェヒルの GK フェーミギュノクが、やっちミスしたボールに、ブルーノ・フェルンデスが素早く反応して、追加点。さらに36分、マ・カスラッシュフォードが PK を決めて3点差に。75-2、イスタンブール馬借シェヒルのデス、トゥルッチに1点を返されたものの、後半、ディショナルタイムに、ダニエル・ジェームが得点し再び点差を広げる。リードを守り、たユナイテッドが4、1の勝利を収めた。得、もの、7分1、0ブルーノ・フェルナンデス、ユナイテッド19分2、0ブルーノ・フェルナンデス、ユナイテッド36分3、0ラッシュフォード、ユナイテッド75分3、1、ウルッチ、イスタンブール・馬借シェヒ、90分、2部4、1ジェームズ、ユナイテッド、両。